精神力の強い男ですな、スパイラルのゼロは。俺たちスパイラルは車作りを重視したチームだと思われている。事実、チューニングにはこだわっているけど、闇雲に金をつぎ込んでいるわけじゃない。改造の方向性にこだわるのがスパイラルのスタイルなんだ。車そのものがドライバーに乗り方を限定して要求してくるような明確な意思を持った車作り、それがゼロ理論の基本なんだ。人の心というのは弱いものだ。なぜなら感情があり、感情は冷静な判断と正確な操作の邪魔をする。例えばこの雨に濡れたコンディション、アクセルを踏み込めない焦りやフラストレーション、滑る路面に対する不安や恐れ、そうした人間の持つあらゆる感情は必ずミスを生む。全ての感情を無心の状態で車が語りかけてくる声を聞く。ゼロ理論は車との対話から始まるんだ。